巨人ら伯楽、久保コーチが3年目右腕、赤星優志に期待する覚醒と波及効果。革新直撃巨人の那覇伯楽久保恒成巡回投手コーチ、65、が、自利党躍進のキーマンとして意外な名前を挙げた。これまで岩隈やメッセンジャーらを那投手に育て上げてきたが、最も一本たちを期待するのが実は3年目右腕、赤星優志投手、24、だ。本人の成長を願うことはもちろん、チームへの波及効果まで見込めるという理由とは、キャンプも終盤。先発ローテ争いはレベルが高い。久保コーチ、以下、久保、戸郷、山崎、赤星、菅野、グリフィン、メンデスと6人の名前は無理やりじゃなくてスラスラ出てくる。そこにドラ1、西舘、中台、がいて2軍に井上、横川もいる。ローテがもう1セットいるようなもので、順調にいけば先発にはかなりの余力が残る。シーズン中にアクシデントがあっても戦力がそこまで落ちることはない。その中で成長が著しい投手は、久保赤星が今年はいいですね。投げた球のキャッチャー側がいいというかね。力の収束が遅いし、球の力がだいぶ後ろまで伝わっている。身長175センチと投手としては決して大きくない。赤星の魅力は、久保一番は右のオーソドックスであるところ。阪神の若い投手の映像をよく見ますけど、投げ方が統一されていてしっかりとしている。去年の、正 MVP& 新人王の、村上、正木、のように、普通の体格で勝てる投手が出てくるとああすれば自分も勝てるんだと若手が後をついていく。最初は真似から入るんだけど、いい方の正し党派の真似になる。うちにとっての村上に当たるのが赤星だと思う。赤星は2年連続で5勝5敗。今季こそはローテを1年間守って貯金を作りたい。久保作季は怪我の影響もあった。最初にうまくポンポンと連勝でいければ、少なくとも8勝は計算できる。戸郷のような独特なフォームとは違う。久保そういう投手が出てくると若い投手がそれに乗っかってくる。真似て怪我をするリスクも少ないし、上の世代が抜けたら次が出てくるという循環になる。コーチにとってはそれが一番嬉しい尻相です。坂庭健二。